2023年度地方年度代表馬決定に対するみんなの反応。年度代表馬はイグナイター2年連続の受賞。おめでとう。中央相手への勝ちが優先された感じかな。おめでとうミックも頑張ろうな。一応ミックも中央相手に勝ってるけど、東大でのボロ負けが響いちゃったかな。ミックは東大でチンカスにされたのが悪かったな。うおーおめでとうイグナイターとミックどっちになるかと思ってたし今年の活躍も楽しみにしてる。2年連続はすごいな、おめでとう。年度代表馬4歳以上最優秀ボバ最優秀短距離馬イグナイターロウゴ、4歳以上最優秀シンバスピーディキックウラワ、3歳最優秀ボバミックファイアオイ、3歳最優秀シンバメイドイットマム船橋、2歳最優秀ボバサントノーレ北海道、2歳最優秀シンバモズミニカタ上がり北海道、バンエイ最優秀バメムロボブサップバンエイ、最優秀ターフバ該当馬なし、ダートグレード競争特別賞馬ウシュバテソーロ JRA、特別老賞馬マンダリンヒーローオイ。ミックはまあこれからだと思ってるしイグナイターは納得も納得。2年連続年度代表馬初なんかすげえなにしても JBC スプリント勝ち VS 難関3冠の年度代表馬争いとかも見られんだろうし、良い機会に立ち会えたわ。先玉勝って南部杯連帯してるし納得。これは納得。全体的に概ね納得のメンツ特別表彰馬マンダリンヒーローも含め、最優秀ターフ馬とかいう JRA オープン以上で勝った馬が出た時に称えるために一応用意されてる賞。18年にオーレースオーカップ勝ってジャパンカップ出走したハッピーグリーンが受賞して以来ずっと該当なしの賞来たな。これ、コスモバルクのために作った賞でしょ。まあ中央芝に挑んで勝った馬がいたら称えたいっていうのは間違ってないとは思う。2歳馬3歳馬だとそれこそ JRA に移籍されがちだけど。ボブサップってついてる番馬何頭かいる気がするけどボブサップが感銘なん。ボブサップは多分父の成田ボブサップからメムロはわからんかった。メムロボブサップと同じ馬主でメムロがつく馬もいたし、違う馬主でメムロがつく馬もいたし。メムロはおそらく北海道のメムロ町からかな番営の帯広のすぐ隣だよ。ああそういうことね。メムロボブサップの名前見るたびにボブサップ思い出そうと頑張るけど、なぜかボビー思い出しちゃうわ。JBC スプリント勝ってる歴代の地方馬サブのジュニア、ブルドッグボス NAR 年度代表馬、富士のウェーブ3歳フリオーソがいたので受賞ならず、3歳フリオーソの成績から考えると東大馬圏内ならミックファイアだったかな。去年の南部杯は JRA ダート最優秀馬と NAR 年度代表馬のワンツーだったと思うと感慨深いと思うと同時に、中央の一番上と地方の一番上の間の壁は相変わらず感じてしまう。この最優秀ターフ馬ってどうやったら取れるんだろう。ほぼコスモバルクとプレイアンドリアルの賞みたいなもんだからな。中央の芝重賞を勝つ構想を重ねるか、地方の芝重賞勝って中央に殴り込んでそこそこやるくらいしないと。ウシュバ特別賞か史上初の帝王賞連覇の名勝ハリオの方がふさわしいと思うがな。ま、今年はイグナイターでもミックファイアでも納得と思ってたので素直におめでとう。カジノ本店の時はわかるけど悲しかったからね。イグナイターは JRAJ 相手に互角に戦ってたんだからいろんなシミックは今年頑張ろう。同数2歳最優秀ボバサントノーレ15、2歳最優秀ヒンバモズミニカタ上がり9ローリエフレイバー6、3歳最優秀ボバミックファイア15、3歳最優秀ヒンバメイドイットマム11、スマイルミーシャ3勝がたっぷり1、4歳以上最優秀ボバイグナイター15、4歳以上最優秀ヒンバスピーディキック13白3アマゾネス2、バンエイ最優秀バメムロボブサップ15、最優秀短距離バイグナイター15、最優秀ターフ馬該当馬なし15、年度代表馬イグナイター14ミックファイア1。思ったよりイグナイターに評価傾いたんやな。地方の年度代表馬投票は理由もちゃんと教えてくれるから好き。NAR 的には JBC クラシックをガチで日本のブリーダーズカップクラシックにしたいんだなぁとニューチャリーの字に軽い衝撃を受けた。東大や帝王賞の方が格上イメージあったし、1ヶ月後にチャンピオンズカップあるから中途半端というか。地方持ち回りの都合どうしたってその2つの方が格上感は出ちゃうわな。帝王賞と東京大賞典は格が高いのは事実だけどあくまでも大井の重賞だしね。 NAR としてはそりゃ JBC 推しになるよ。そっか NAR は集合体だもんな。大井ばっかひいきしてたらそりゃ文句も出るよな。いやそこハリオじゃなくてフォーエバーヤング何回。選考過程見た感じハリオは採決取る前に除外されてるな。フォーエバーヤングの熱心なファンがいたんじゃね。今年の JBC は佐賀だし佐賀所属の馬が番狂わせ起こしてほしいな。夢の炎の11連勝年間無敗で高知3冠3歳重賞コンプリートはもっと評価されてほしい。めちゃくちゃすごいようだけど高知に引きこもってたからね。今年は園田とか姫路で走るところみたいね。特別賞出る間外影かと思ったそこは地方馬に花持たせたんかな。個人的にはシニスターミニスターかと思ってたわ。ここ数年3区の活躍が目覚ましいし去年地方重賞18個だったかかってるし。ダートグレード競争特別賞以外は地方馬だけが対象じゃないの？2歳シンバはローリエフレーバーだと思ったよ。そして4歳以上シンバは思ったよりスピーディキックの支持が多かった。地方交流無双より挑戦が選ばれたのはとても良かったけど、現状、この部門も結果とグランダムジャパンが一切リンクしてないんで。
今年以降の改革で、頑張った馬にご褒美あげてほしい。マンダリンヒーローだけじゃなくてチームも別で受賞してるのいいね。チームマンダリンヒーロー馬主の荒井博明氏、藤田昭信調教師、木村和志騎手、堀田優志志急務員と、書いてあるから木村騎手も表彰されるのいいね。まあ地方からアメリカの G1 で2着はなかなかすごいからな。柏記念勝利、帝王賞連覇でダートグレード競争特別馬が取れない名勝ハリオに悲しい過去。仮にドバイ勝ってなくても日テレ杯の分でウシュバノが軍配上がりますからね。NAR の正直理由語られなくても納得できるし、理由が書いてあるから一層納得できるみたいな。受賞馬も人もみんなおめでとう。的場文雄の初騎乗から50周年ってのがやばいな。ハイ成功ブームの年っていう。白山アマゾネスが4歳以上新馬の部門で数量入ってるのいいな。今年も現役だし夢の重賞3重賞くらいしてほしい。アンチじゃないけど年度代表馬かって言われたら首をかしげる戦績。ミックファイアかウシュバテソーロなら納得なんだがな。ウシュバは中央所属じゃん。ミックファイアは東京大賞典の結果が影響してるとは思う。まあ NAR にとっての JBC はそれだけ重いってことよね。フリオーソの年見るにミックは東大で3着とかなら年度代表馬になってたと思う。普通に年度代表はイグナイターかミックファイアだと思ってたわ。イグナイターは対中央の戦績が良かったからだろうな。5000で2111なら2001勝で東大大敗のノミックより上に取られても別に変じゃない。イグナイター 14-1 ミックファイアか思った以上に大差がついたか。ニューチャリー VS カジノ本店の時もそうだったけど、 JBC 制覇は相当評価されるな。それとミックファイアが東京大賞典で結果が出なかったのもあるが、先玉杯も勝っていたのがでかかったと思う。今年なら G1 を2勝扱いだものね。イグナイターは納得。ミックファイアは東京大賞典でもう少し上位に入れていれば違ったかな。マンダリンヒーローは海外挑戦以降も前線してたね。スピーディキックは大賞典翌日のシンデレラマイルで地方牝馬筆頭の貫禄を見せた。こういうでもう少し食らいついてほしい。そりゃそう。陣営の皆様含めおめでとう。イグナイターウシュバは JRA でも NAR でも特別賞という、ある意味連覇とかよりも難しいよ。ちなみに最優秀ターフ馬は調べると18年以降該当馬なし今後出るのかな。ウシュバテソーロだけでなくマンダリンヒーローも受賞してるのがいいな。関係者の皆様おめでとうございます。イグナイターは JBC で中央勢破ったのがやはりウェイトが高いわな。マンダリンヒーローも大きな夢を見せてくれたしな。チームマンダリンヒーローいいね。ロマンがあるよ。やっぱこれってミックが東大で2、3着とかに来れてたら変わってたのかね。フリオーソはジャパンダートダービーしか勝ってないけど、富士のウェーブに勝って年度代表馬になってる。芝県内なら取れてたと思う。ミックは今年に期待や。ただ彼は走りの強さの前に体の強さをアップさせてほしいが、おそらく票は割れてた。やっぱり投票って年末にやるから、その付近のレースの印象に引っ張られやすいし。イグナイターは本当にすごい。何十年経ってもロード爆心だった園田に新風を吹き込みましたね。おめでとうございます。NAR 年度代表馬は、イグナイターかミックファイアの東京大賞典の着順で決まった感かな。こういう G1 に同一年で地方馬2頭が勝ったのは2年ぶりか。カジノ本店、ニューチャーリー。割と毎年のように地方馬勝ってるんだよな。ミックとダブルヒーローの活躍を今年は期待したい。JTG 見たくやってくれてもええんやで。イグナイターは南部杯2着あるし、コバ G1 連帯数だけで言えば順当には思う。ミックファイアは大賞典で馬券圏内であれば、逆転してたかもしれない。ってくらいのイメージ。イグナイター年度代表馬おめでとう。2年連続とかすごい老後の誇りだ。地方馬で JBC スプリントを制したというインパクトが大きい。たとえラッキーがある程度あったとしても、勝ちは勝ちだと思うわ。イグナイターはこういう重賞も2回勝ってるし、 G1 戦績を踏まえるならイグナイターだろうと私は思う。イグナイターもミックファイアも記録に残ることを成し遂げたんだから、代表馬がどっちになるとしても不満はなかったんだけど、ほぼ全会一致みたいな結果になったのはショックだった。ニューチャリーとカジノ本店の時みたいにもっと接戦かと思ってた。まあ毎度のこととはいえ、地方 G1 大体中央の馬に取られて貴重な G1 勝ち、地方馬の中から選べって言われたらこうなるでしょ。ミックはもうちょい東大で頑張ってたら取れてたかもな。まあイグナイターですよね。ミックの無敗三冠もすごいけど、こういう重賞の充実ぶりではそうなるよね。ミックファイアは年末の負けが響いた印象やね。同世代戦で無双したミックファイアと、JBC スプリントで地方馬初制覇したイグナイター、まあイグナイターが妥当かなと私は思う。NAR 年度代表馬は2年連続イグナイターか。南関三冠のミックファイアと JBC 制覇のイグナイターで非常に見応えのある年だった。今年は明け4歳のさらなる活躍とスピーディキックにも頑張ってもらって JRA 勢に立ち向かってもらいたい。NAR 特別賞候補はウシュバ、レモンポップ、ハリオ、エヴァヤンカ、セヤウシュバテソーロとフォーエバーヤングで決戦投票したロナンでナチュラルにレモンポップとハリオ省かれてんねん。おそらくフォーエバーヤングに投票した1名がごねて全会一致にならなかったと思われる。フォーエバーヤングに脳焼かれた民が一人いたから、そいつがいなかったら決戦投票もなかったと思われる。なんで全日本に最優秀で採決が行われてるんだ？
絶対ディープの血が入ってるって理由だけで選んでそう。もともとはウシュバナナ、ハリオゴ、デモンニ、エヴァヤン1あたりだったのかね。まあフォーエバーヤングもすごいっちゃすごいけど、あっちは本来 JRA が表彰すべき案件だし。JRA の最優秀ダートホースのカオスっぷりを見た後なら一人くらいならこういう人がおってもいいと思う。さすがに JRA の方でホープフル朝日杯の馬選ぶやついないやろ。1レース限定のパフォーマンスで見てもレモンポップの方がキサつけてるしな。あっちはコバ混合だし。渡り合った相手のレベルで考えるならマンダリンヒーローが年度代表馬であるべきでは。サンターニアダービー2着はすごいけど、ダービーグランプリでミックに負けてるし、そのミックが選ばれてない時点で候補にすら上がらんよ。JBC とは話にならないレベルの相手とアウェイで戦ったからな。マンダリンヒーローはサンターニタダービーでの地のプリークネスステークス馬よりも先着しているけど、昨年は勝っていないからな。サンターニタかプリークネス勝利だったらそれだけで選定されると思う。